ナイトウィザードリプレイ星空のラストリゾート星空のラストリゾートはテーブルトーク RPG ナイトウィザードのリプレイ作品ファミ通文庫の公式サイト FB オンラインにて連載され続編で書き下ろしの旧世のヒーローと合わせて文庫化された本事項では旧世のヒーローについても記述する以下の記述で第一話は星空のラストリゾート第二話は 旧姓のヒーローを指すものとする。またリプレイ台については、くくりは署名、くくりはリプレイそのものの台を示す。リプレイ執筆は、斎藤孝一。イラスト担当は、石田博之。早急のエンゲージ、真実のディスエンゲージの直接の続編にあたる、リプレイであり、時系列としては、クロスワールド収録のリプレイ、出撃、試作性冷戦アウストリアの直後にあたる。 ゲームマスターは、斉藤光一。プレイヤーは、FER の菊池武史、田中真二、大畑健と声優の大竹美優。突如として教会に出現した亡者の船、ナグルファル。スータの忘却世界を破滅させながら突き進む。それは、名馬将レオガルスからの挑戦状であった。正体、ファイアフライを率いる宝喫騎士、サクラバンスは、とある忘却世界から帰還した際、 レオガルスからの接触を受けたこと、正体のメカニックを務める銃造とともに迎撃に出動する。しかし、そこで待っていたのは、一つの絶望と果たされることのなかった約束。かつて行方不明となった上官を前に、桜の決断は、プレイヤーによって操作するキャラクター。PC。名前の横に、括弧で記述されているのは、プレイヤー名である。 ウィザードクラスおよびスタイルクラスの横のレベルは、第1は開始時のもの、総合レベルは1である。属性についてはスラッシュを挟んで、左側が第1属性、右側が第2属性となる。PC 番号はスラッシュを挟んで、左が星空のラストリゾート、右が旧世のヒーロー時のもの。GM が操作するキャラクター。NPC。ナイトウィザードメーマ。 ありがとうございます。